ゴリラでございます。ゴリラでございます。ゴリラスポットゴリラでございます。はい、ということで、ちょっとご無沙汰になっております。今回はですね、突然なんですけども、皆さん、ビールはお好きでしょうか？はい。で、またね、ほんとお前はバイク行ったりとか、あとね、映画の話したりとか、いろいろととっちらかってるやつだなと思われるかもしれませんけども、今日はビールです。でね、まあビールね、まあとはいえさ、バイクだったらほらね、ソロツーリングとかも自分でね、走ってその泊まる宿泊先だったりとかね、ロングツーリングして帰ってきた時に、ね、飲む一杯うまいじゃないですか。あとはほら映画好きでしたらやっぱね、映画見るときにね、家で今だったら配信とかでさ、好きな映画見るときにね、映画のお供にね、お菓子とそしてビールやっぱあったりするとね、いいと思うんで、結構ビール好きな方いらっしゃるんじゃないかなと思いまして、ビールの話をするんですけど、まあとはいえなんでね、急にそんなビールの話をするのかっていうことなんですけども、でそれこそ先日ちょっとね、最近暖かくなってきたんで、俺バイクに乗って横浜の方に行ったんですよ。そしたらね、ちょっとそこでね、狂ったセブンイレブンにうっかり入ってしまいましたよ。でちょっとそこですごい衝撃的なね、ビールの光景を見て、そこでちょっと今日ね、話題の俺の中ですごい話題のビールを買ってきたので、ちょっと今日はねそれを飲んでみようかなと思いまして、ちょっとこういったビールを作っておりますので、よろしければ最後までお付き合いください。でね、まあビール、ね、これやっぱ一人で飲んでもちょっと寂しいので、今日は私のお友達をゲストで来てもらうことにしてあります。で、まあね、このチャンネルご覧いただいている方にはもうおなじみ、そしてビール好きとしてもおなじみの私の友人にご登場していただきたいと思います。では早速お呼びしたいと思います。上熊俊君です、どうぞ。はい、ということでお久しぶりです。お久しぶりです。はい、ということで俊君でございますね。もう毎度いろいろとこのチャンネルでお世話になってるんですけども、いろいろとね、趣旨の変わる私のチャンネルでございますけど、絵描いたりとかね、キャンプ行ったりとかしますけど、今回はビールでございます。ビールですね。はい、分かりました。ビール好きなんだよね。ビール好きです。ただ、うん、ビールがあるって聞いたんで今日は来ました。そうです、はい、今日はねすごい土砂降りなんですよ、外なんだけど、ビールをただ飲むだけに、ね、はい、ここまで来てもらったんですけども、まあ、とはいえそんなね、ビール、まあ、お互いそんな超詳しいわけじゃないんですよ。そうですね、はい、IPA がどうだろうだとか、ね、作り方があそこであっちの産地はどうだとか分かるわけじゃないんですけど、まあ、まあまあまあ、そんな俺らでもそのビール美味しいかどうかっていうのでね、ちょっと、まあ、素直に今日話をしていこうと思います。本気の感想で、本気の感想で今日はお届けします、はい、ということで早速行ってみたいと思います。行ってみましょう。はい、ということで改めまして上熊俊君でございます。よろしくお願いいたします。今日はね、観客としてまあ、ビールをねちょびっと一緒に飲んでいただこうということで、このねおチャンネルおなじみのゴリスポ君にもあちらにちょっと来ていただいております。ちょっといろいろ手伝ってもらったりして、で、もう早速なんですけども、はい、そのね、さっき言った、狂ったセブンイレブンっていう、狂ったセブンイレブン、はい、ありまして、で、知ってるかな、結構ね、ビール好きの人たちには結構有名らしいんだけど、はいはい、横浜に、皆さんね、神奈川県は横浜市、はいはいはい、横浜の港に、2019年にハンマーヘッドっていう、なんか商業施設ができたんですよ、おしゃれなね、はいはいはい、港に。で、そこのハンマーヘッドまで、この間ちょっと暖かかったんで、バイクで行ったら、そこの1階にセブンイレブンがあって、でちょっと喉乾いてたんでセブンイレブン入ったんですよ。そしたらだいぶ狂ってて、で一応調べたらね、狂ったセブンっていう、もうすでにハッシュタグも存在してるらしいんだけど、もうそう呼ばれてるんです。そうそう、狂ったセブンっていうのね。知ってる？あ、僕一回たまたま行ったことあるんですよ。あ、たまたま行ったんだ。やっぱそれも、はい、行って、うん、なんだここって思って、思うよねあれ、はい、びっくりして、うん、で今回それね今聞いて、いやいやいや、ちょっとさすがなんで、まあ、見てもらおうかな。まず店内入ってまず最初に目に入ってくるのがこちらです。はい、ドン。ね、これちょっと棚がいきなりもう入って、そうそう、なんかもうセブンイレブンだっけなってなるんですよ、ね、そう、あれってちょっとこ う, ここうあれって一回こう出口でえっていう、そうそうそう、いやいや、言ってもセブンイレブンは入るとビール売ってますよ、はい、ありますね、アルコールがね、はい、まあ、普通に売ってるし、まあ、普通 の, ソフトドリンク、お茶とかも売ってるんだけど、はい、もう今見ていただいた通り、なぜかネオン管でそうそう、なんか海外のさ、ビールメーカーのあるし、まあ、そもそもそのクラフトビールの種類が何百種類ってこうパーってありますもんね、うん、はい、っていう感じで、とにかくなんかビール愛がすごすぎるんだよ。なんだここと思って、俺はほらお茶買いたくて入ったのに、ビールの主張が、ビールの主張がすごくて、あとね、びっくりしたのは葉巻も売ってた。
だからもう嗜好品っていうか、そうですね、うん、そういうものがギュッと入ってるセブンイレブンなんですけど、まあ、狂ったセブンということでね、ちょっとね今日だからずっと気になってたビールがありまして、はいはい、で、それがね売ってるかなと思ったらやっぱりあったの、そんだけあるから何百円、さすが、さすが、でしかもそのメーカーのビールがまたね何十種類って置いてあって、でその中でまあ言ってもクラフトビール安いもんじゃないですから一缶1000円ちょっと以上ですね、1200円1300円とか、まあその中で俺の中で今回厳選してきた2本買ってきたんで、でそれをちょっと今日飲みたいと思うんだけど、それが美味しかったら、うん、俺たち的に美味しかった、はい、そしたらねなんかググったらその狂ったセブンっていうすでにハッシュタグはあるんだけど、うん、そのハンマーヘッドでもうそのセブンイレブンで買ってハンマーヘッドのテラスで飲むハンマー飲みっていうのがあるんだって、ハンマー飲みしてる人たちいるのよ、もうだからちょっとこれ今回美味しかったら、はい、ちょっと一緒に近々暖かくなってきたから、そうですね、ちょっとハンマー飲みしに行こうよ、ハンマー飲みしたいですね、ね、それまた YouTube でこれ、まあ、今回もこれどれだけ見る人がいるのか分かんないけど、ハンマー飲みね、ぜひおじさん2人で、ビール飲むだけのビデオになると思うんだけど、はい、ハンマー飲みしたいと思います、はい、ということで、ではね早速今日買ってきたそのビールのご紹介をしたいと思います。ゴリラのビデオ、あらよっと、はい、ということで早速なんですけども、そのビールがこちらになります、はい、でねこれが俺気になってたのが、はい、まあ、俺10代の頃からすごい好きな電気グルーヴっていう、テクノミュージシャンがいらっしゃるんですけど、はい、電気グルーヴのお二人が去年こちら の, そのビール会社とコラボしてビール出したんです、それでまあちょっと知ったんですけど、それで調べたら、はい、もうなんかねそのやっぱビール2の中でも相当美味しいと有名で、でもう電気グルーヴのお二人 もうバカうまいって言ってる、あら、でやっぱ電気グルーヴのお二人っていうと、はい、やっぱあのお二人ヨーロッパで特にドイツとかですごい人気なので、ドイツでもすごいツアーしてるんですよ、医師の卓球さんはやっぱすごい、はい、ドイツで一時暮らしてたぐらいやっぱドイツ通 でやっぱもう知ってる方はみんな知ってるんですけど、すごいビール通なんですよ、その卓球さんがもうほんとバカうまいって言ってて、でやっぱいろいろ調べるとやっぱ静岡県民の方たちもビール好きにとってはもう静岡の世界に誇るビールだっていうようなことなんで気になってたんです、でそうなんです、でこちらですねビールのお名前がウェストコーストブリューイングというメーカー、通称 WCB と WCB、はいはい、というようなところで、まあ、簡単にご説明いたしますと、これはもうホームページで拝借なんですけど、長いんでカットするかもしれない、カットした場合はテロップだけ読んでくださいもしくは概要欄を見てください、まあ、一応ね、しゅんくんに説明します、お願いします、はい、ホップデュール一族が生息する、静岡市用宗漁港のクラフトビール醸造所ウエストコーストブリューリング、ホップの香りを効かせたさまざまなスタイルのビールを作り、現在は毎週新作をリリースしてる、え毎週出てる新作ですか、そう、え大手メーカーとかさ、たまにほら夏のとか出たりするじゃん、はいはい、ありますね、毎週だって、毎シーズンじゃないです違う種類を毎週出てるんですよ、すごいで、で日本で作るメイドインアメリカということで、クラフトビールの本場であるアメリカのビールを日本でも作りたい、WCB は他の国内ブルワリーとは一線を画したコンセプトによってここでしか飲めない本場のクラフトビールを提供いたします、あえて日本向けにはせず、飲んだ瞬間の衝撃的な美味しさで皆さんが思い描くビールの概念を一変させて感動してもらうことを目指していますということなんです、すごいハードルがどんどん上がってる大丈夫ですかこれ分かんない、衝撃分かんないけどすっげえ種類あるから毎週出てるから、はいはい、その狂ったセブンにもすげえ種類が置いてあったの、でもその中で選んできた2本が俺もしかしたらたまたま超普通かもしれない、だったらごめん、ね、やっぱほら、はい、どこのほらメーカーも一応 ね、 そうですね、とっつきやすいのもありますよってあるかもしれない、めちゃ普通なの選んでたらすいません、はい、でまた、持ち棟の地下60メートルから汲み上げた純度の高い井戸水がビール作りには欠かせずさらなる美味しさを引き立てます、でね俺ねこれねちょっと読んで思ったのが静岡なんですよ、で静岡っていうとこれ水がすごい綺麗で有名なんですよ静岡県って、
でやっぱまあいろんな料理もそうだけど、やっぱそのビールとか飲料水やっぱ作るもんときってやっぱ水絶対大事じゃない、はい、で本当に俺昔若い時にそれこそ DJ やってる頃に静岡に呼んでもらって行って、はい、蕎麦食ったら衝撃的だったの。美味しいって有名じゃない、はいはい、でやっぱ静岡ってお水が綺麗だから、そうやっぱ練る時とあと蕎麦つゆ、うん、蕎麦茹でるだそこに変な雑味とか香りがつかないっていうとか、あとほらわさびね、静岡有名なわさびはやっぱほら綺麗な水でしかなかなかね、言うじゃない、はい、だからやっぱそういうとこでもその井戸水、静岡の井戸水っていうところでこれはやっぱあの衝撃的な美味しさですね、引き出してんじゃないかっていう気は期待しちゃいますさあということでね、ここから実飲をしていきたいと思うんですけど、どっちから飲むかっていう話なんですけど、これはどっちが何ですか。じゃあちょっと説明しますね、これ、はい、2種類あって、まずねこっちこの青い方、はい、ヘイズ・ド・ディスティニーの方はもう後戻りはできない、いきなり最初にそう書いてあわかる、映画ですか映画の説明から、あの狂ったセブンにもちゃんと商品説明のポップがあったんだけど、はい、そのポップにもこうやって書いてあるじゃあここで味なんですけど、はい、あ味一応味の説明もあります。淡く黄色い優しい色合いのニューヘイジー、ヘイジーってものかな、パイナップルやライチ、ピーチを感じるトロピカルアロマ、フレーバーはよりピーチ、一手間増し、ほのかにレモンの印象、シルキーな口当たりの後、甘い後口とともに心地よい苦味が訪れるという感じでございます。こちらは、こちらはこれですね。はい、ヘイズ・ド・ディスティニーです。で、かたやこちらのご説明をいたします。ということです。はい、はいホワイトウィザー、はい、で、味です。味、はい、はい、味はですね、クローブのようなスパイシーなアロマにバナナやバニラを思わせる甘い印象、同様のフレーバーからはライ麦パンを連想させる特徴も感じ、苦味はほとんどなく小麦由来のまろやかな口当たりが余韻にっていうことらしいです。どっちだろうねこれ、多分だからこっちフルーティーでちょっとまあ苦味もある爽やかトロピカル系、こっちが甘いこってり系だと思うんだよね、多分どういうの先の方がいい、俺多分こっちが先かなと思うんだよね、あのほら寿司の順番とかさ、口の中の感じからして、こっちの濃いからってことさ、濃いなんか甘めでいったら酸っぱくいくかなみたいな、わかんない、違うかな。じゃあ、我々が最初に選ぶのはヘイズ・ド・ディスティニーから、ちょっとこちらから飲んでみたいと思います、はい、よしゴリラの美で、あらよっと、おお、でもなんかすごい白濁としてるよ、さあということで、注ぎましたよ。まあ、まず見た目どうですか。これ全然ちょっと今まで俺こういうビールを今まで、ね、散々インスタとかで見て、この透明度のないビールを飲みたかったのです、はいはいはい。あ、じゃあまさに。うん。ちょっと香りを。これはフルーティー。ピーチとあとなんだっけ、ライチ。すごい香りがめっちゃいい、めっちゃいい、これはいいね。これ一応一缶で 500ml 入ってるんだけど、なんていうかちょっと3人で割ったんであれですけど、これはいい、ね、じゃあちょっと飲む、お飲んでみましょうか。じゃあいただきます。乾杯。乾杯。じゃあ素直なリアクションで、近いやつは飲んだことあるけど、はいはい、その近いやつがめっちゃうまくなってった感じ。ああ、はいはい。
ちょっとシトラスとかちょっとそういう感じのフルーティーなやつ飲んだことあるけど、割と濃いのって軽くなるんだけどさ、あー美味しい。これでも夏いいかもね、やっぱトロピカルな、ね、爽やかな、うん、香りも、そのシルキーな口当たりっていうのがさ、よく分かんないんだけどと思ってたんだけど、シルキー感、なるほど、なんかこうこれがシルキー感、うん、なんていうの、さらっとしてるっていうかね、結構苦味がね、強いね、これね、フルーティーだけじゃなくて、ちゃんと苦味もあるっていう、あいわうまい割とその一発目のさ、あのほら何ビールの日本のああいうのとかでこうさ、あーみたいな、生とかキンキンなグッとあーめーみたいなっていうより、なんか何口か飲んでる方がよりうわ、前はしみじみ、あとクラフトビールってそんなキンキンに冷やさないよね、っていうかやっぱあのキンキンに冷やして飲むビールのスタイルってやっぱ日本独自っていうか、あれ日本だけなんですか、喉越しうんとか、うん、いいらしいです。あ、じゃあこれが実際のアメリカとかどっちかっていうとそのぬるいっていうか、日本のビールは ぬるくなるとまずいけど、あんまり冷やさない方がこう香りとか、はいはいはい、そっか、うん、あんまこういう感じで味わって飲むこと確かに僕あんまないかもしれないですね。そうですね、なんかね、あんまり冷やしちゃうと、だからほらマックのフライドポテトって冷やすとまずいじゃんそれと比べるのもどうかなんだけど、その例えはごめんなさい間違ってたけど、あ、そう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 、あ、そうですね、さすが赤ワインスポッカー、ワインスポッカー赤ワイン、赤いからね、赤いからワインスポッカーは全然面白くないこと言っちゃった赤いからゴリラのビデオあらっと、はい、ということで、まず1本目ね、このこっちか、はい、あヘズ・ディスティニー、はい、あーを飲んで、あれ酔っ払ってますあれ1本目で酔っ払ってますね今日ね、俺ねすごい楽しみにしてたこれ、はいはいはい、だからもうね朝飯ちょっと食べただけでもう全部我慢して、口の中もさっき歯磨きもして、あ、歯磨きまでして、歯磨きもして、もう全部きれいにして、すきっぱらもうここまできれいにしてかっぽりにして飲んだら、もうすっごい回ってるね、これだけそんな弱いわけではないんだけど、多分そのスキッパラとあの楽しみな、はい、あのはしゃぎっぷりが相まって、はい、今すごい酔っ払って、今もうねあの段取りもどう撮っていいのか分からないでもう編集ぐちゃぐちゃだったらごめんなさいね、素材がちゃんと撮れなかったってことだと思うんですけど、さあということで、はい、これ1本目飲んで、はい、要は2本目先ほどもう1本ね、はい、気になってたあのやれバナナやら小麦のライ麦パン的な感じを出してくれるという、ホワイトウィザード、校長、校長のねキャラクターも描かれている、これを飲みたいと思います、はい、でまだちょっとこっち残ってるんで、残してあるんで、これとちょっとねこれ注いだ後に、飲み比べみたいなのもちょっとまたしていこうかなと思う、はい、まあ、どっちが好みかなとか、はい、どっちも好みじゃねえなとかもあるかもしれないけど、はい、じゃあ次こっち注いでいきたいと思います、はい、ゴリラのビデオ。あらやった。オープン。はい、じゃあ注ぎまーす。ちょっとグラスの形が変わりました。あ、また色が違う。はい。はい、ということで注ぎ終わりました。はい、ちょっとねゴリスポ君が気を利かせてくれて、あの。グラスを2種類、はい、分かりやすい、はい、これくびれてる方がこっちの新しく入れた方、ホワイトウィザード、はい、でございます、はい、さあじゃあちょっとこれ早速そうですね、いきたいと思います。今匂い、あ、違うわ、全然違う全然違う、あ、なんだろう、なんていうの、さっきは本当フルーティーな感じだったけど、なんだろう、こってり、うん、何スモーキーっていうのかな、全然真逆ですよ、うん、麦感っていうのかな、そうですね、そうですね、ね、あ、色もだから本当全然違うんだよね、まあ、こっちの方がビールっぽいって感じなのかな、そうですね、こっちの方が WCB ホワイトウィザード飲みたいと思います、じゃあ、はい、乾杯、
ナナっていうのはごめん、俺分かんないけど、はいはい、なんだろう、まあ、マジ好き好き、どっちが好きかって言われたら俺こっちの方が好きかも。こっちですか。うん、どっち、まあ、どっちだろう、こっちかな。あ、こっち、はい、あ、ほんと次のとこ行く。ゴリスコ君どっち。あ、こっち。あねえ、なんか、うん、はいはいはい、苦味はないですね。ちょっと、まあ、酸っぱいっていうほどではないけど、酸味が、うん、ゴリラの美で、あらよっと。さあ、ということでちょっと締めたいと思うんですけど、はいはいはい、いかがでした。両方美味しくて、うん、あと、そもそもストーリーがあるの個人的にはめっちゃ好きですね物語がね、物語があって、うん、味も両方美味しいですし、うん、どちらかといえば僕はフルーティーなの結構好きなので。なるほど。僕はこっちの方が好きです。なるほど、はい、クラフトビールはでもそんなに、あ、でも確かにあんまり飲まないです、ね、飲まない、はい、やっぱり日本のいわゆる大手メーカーのビールがやっぱメインで飲む多いですね、うん、はい、そうだからなんかやっぱり別物だよね、うん、いわゆるその大手のいわゆるその我々がよく居酒屋入ってとりあえず生とりあえず生の生とこういうものってちょっと全然違うんだなっていうのがやっぱあるなっていう。やっぱそのさっきのね温度もそうだし、やっぱ泡がとかってね全然泡ないけど、そうですねやっぱそういう文脈じゃないんだなっていう感じもだし、はい、何より味がやっぱ全然こう喉越しっていうよりはまあなんかこう味が入ってるっていうのがね、何に近いのかね、やっぱさっきも言ってたけど、なんかそういう感じがあって、まあ、これはやっぱ楽しい、ハマるよね。ハマります。ね。いろいろ飲んでみたから、うん。あの話冒頭に戻りますけども、はい、狂ったセブン、ハンマー飲み、はい、これうまかったら行ってみようかっていう。残念だったらまあそこまで行く必要なくないっていう話なんだけど。そうだ。どうする？これは。これでもうまかったですか。僕はそう、うんうん。いや俺も。はい。うん。で、マジ狂ったセブンにはこの WCB のビールがものすごい種類置いてあったからそうですね、そう WCB 攻めるだけでも大変だし、はい、そもそも本当ね、皆さんね、後で概要欄見ていただければあれですけど、ね、多い時だと300から500種類ぐらいあるんだよ。めちゃめちゃある、うん、体壊すよ全部難しいっすねその飲み比べは全部できないけど、はい、じゃあ行きますかこれ。行きましょうよ、はい、ぜひぜひということでね、まあやっぱり映画のお供にも、そしてね、あとやっぱりバイクでね、うん、ツーリングのね、行った先、まあ飲酒運転は絶対ダメですよ、ダメ飲酒運転は絶対ダメだけど、で、その着いた先でのね、宿や、まあ、帰ってきてからの一杯、うんうん、そしてあとね、キャンプ、キャンプですね、ね、はい、やっぱビールはね、欠かせないと思うので、皆さんそんなね、視点から無理やり繋げたけど、このゴリスラスポットビデオに付き合っていただけたらいいなということで、はい、じゃあ第2弾、狂ったセブン、まあ、次回は多分まあいろいろ見て、あ、とりあえず買って出てくるっていうところで、外でだけで、外でこれ選びましたみたいな感じでやろうかなと思います。さあ、というわけで、今回はですね、突然ビールのお話をしましたけども、まあね、バイク、そして映画のお供にやっぱりね、美味しいビール欠かせないと思うので、ちょっとね、今回は横浜に行ったらとんでもない、セブンイレブンに入って、大量のクラフトビールを見つけて、その中で一番気になっているビール買ってきて飲んでみたよということでお届けさせていただきました。今回のビデオですね、まあ、楽しかったよ、ビール飲みたくなったよという方は、よろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録もしていただければと思います。で、まあ、詳しい、もちろんね、こちらのビールに関しましては、概要欄の方に貼っておきますので、皆さんね、オンラインストアもありますので、ぜひよろしければ気になるビール、まあ毎週出てるということなので、こちらの今日ご紹介したビールがまだ売ってるか分かりませんけども、はい、ぜひね、皆さん気になる方はご購入してみてはいかがでしょうか。ということで今日は最後までお付き合いありがとうございました。ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。クラフトビールってさ、結構各メーカー、こちらのメーカーもなんだけど、グラス出してんのよ。グラス買わなきゃ、専用の、この企画用の経費だ、経費だ経費かな、魔法の言葉、経費確定申告終わった？またやんなきゃマジでやばいじゃん